おはようございます。ってことで本日も昨日ね、夕方からちょっと無理やったこれをね、来い、いいんじゃん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 、来い、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん、うわー、マジかよ。いや、カバーしていきたいと思います。向こうからスパーンカーブしてシュン、スポーン、キッカーボールかましていきたいと思います。レッツゴで、ご覧の通り今こちらの方の夕日様がもう沈む頃になってまいりました。サンセットね。ああ、本当サンセットギリギリで決めることができました。勝利のエアーサロンパスで祝いたいと思います。いけ。勝利のカーブ見てくれ。勝利のカーブ行くらしいわ。行くぜ。行け。ああ。めっちゃいいから。それいいか。めっちゃ曲がるから。めっちゃ曲がるから。エアーサロンパス。水の呼吸。それいらんいらん、長い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 2日間かかったけど決まってよかったっすね。ほんまっすね。いや途中やばかった、もうここピキってたから。これ何回切ってんよな今日。ほんま今日やばいな、今日何回切った今ね。結局風がやんで、100はいったよね絶対。100以上蹴ってるよね。100は蹴ってるよ余裕で。余裕で2、300か。2、300やっていうことで、キッカーボールうまいなお前。キッカーボール神業、今何 ?3 の撮影もうほぼ終わりですけど、ね、15ショットぐらい決まったね、バスケットリング入れたかったんですよ本当に。バスケはね大事やからね。ただこれね正直ねめっちゃむずい。軽いからね。軽いからバスケットボールやったら入るやんっていうやつ入らないから、弾くからな。カビョンみたいになるから意味わからんぐらい弾くからなしかも風で全然変わってくるもんな。今日風強いからめっちゃええと思ったけど、逆にもうやっぱね押されるね。そう、ちょっとぐらいがいいもんね。ランダムの極みになってくるね風強いと。本当それ曲がるに楽しむには全然ええんやろうけど、それ狙うに関してはもうね皆無になってくるね。よかった。ということで今日はちゃんとねケアして、また明日からね、キッカーボール最後撮影できるように今日はゆっくり休みたいと思います。イエス。オールです。ということで最後ドリアンがキッカーボール決めてくれるらしいんで、決めてくれるの、ゴールすんの、ゴール、あのバスケットリング、イエスイエス、ドリー、はい、お、でも帰ってきた帰ってきた、もう一回いける、もう一回いける、もう一回いける、いきます、いける、はい、おぉ、まあ、ええ、What's the other sign? 何や、どういうこと、ありがとうございました。シェイシェイ、お疲れ様でしょー、お疲れ様だ、じゃあまた、アデュー、アデューちゃうね。